環状山古墳、この近くやけどね、まっすぐ降りていって左、はい、車のナビはね、この辺を指すんやけどね、右の方。スマホのナビはこれ、まっすぐ行って左。道ないがね、道が。ここ左？ヤブやね。ヤブでございますけどね。そこはそうね、そこは。そこはそうですか。入るところないやね、これ。だって左やもんな、ここ。全然入るとこない。目的地は左側です。左側やけど、あた上がるとこないがね。どこあれがそうか、あれが。ちょっとね、石室が見れそうやからね、ちょっと行きたいんだけど、どうやろう。ちょっと待ってみようか。全然入るとこないもんね。環状山古墳、到着しました。到着はしましたけど、入るとこないですからね。じゃあこれ裏行ったかって、裏道、ああ全然違うかもしれんな、これ道が。この形状もなかなかね、丸くなってね、高くなって入られんか、これやべえな、そこ。いやー、ここもやぶやな、あの奥は。やぶでんな、やぶやな。なんか落としてるぞ。JR かね。JR 和歌山線かね。和歌山駅。何路線で？二路線で。あんま見えなかったけど、はい、やっぱりやぶか。これは入りそうないな、これ。環状山古墳、どうや、こうや、こうか。やっぱ遠くなってんね、これ。ずーっと遠くなってんね、これ。この辺から左上がる道あんねんけど、そこね。行けまへんか。石室が見れるようなことを聞いとんやけどね。ここに道があるんやけどね、どうやろう。これはお家の道でしたね。残念ですね。入りませんね、ここは。あら、遠くなってますか。やっぱりダメですか。遠くなってるね。バックしなさいなんてね、やっぱり。はい、バックしましょう。今日はちょっとね、あまりにも深くが多すぎるね。環状山古墳はすぐ横に見とんやけど、上がられへんねんわ。これはここから行かれんかね、あれ。ちょっとね、目視しても難しそうやわ。30メーター。30メーター。この帯やけどね、あそこにね、こんもりとしたね、箱あんねんけどね、ちょっと上がれません、これは。あれは間違いないから。どっか上がれんかね。目的地に到着しました。はいはい、お疲れ様でした。患者君、到着しましたけど、上がられませんかな。あれやろね、カキかね、これ。
これ道ないかね、道は。お、琵琶やね、これ琵琶でございます。これ道ね、あれ行かれへんね、これ。これ行く、行って困りますよ、感じになってんな。残念だよね。はい、まあ分かりませんでした。さっきのこと思うんやけどね、患者はこう、せっかく見られ、石器室が見られると思ってね、行ったんやけどね。残念、今日は残念が多すぎる。ご世話でちょっと怒られてからね、なんかどうも、なんか入られへんな、畑だから。やめてまんね。ああ、残念でございました。あれか。はい、残念でございました。今日は残念な結果が多すぎますけど。はい、ありがとうございました。